だけ積もるんだ。いよいよだな。だがうまくいくとは思えん。奇跡を祈っとるよ。見せてやる。なんだ、どうした。よし、これで岩を吹き飛ばせば動力源が露出したはず。よし、いいぞ。この戦ごっこか。傷つくのは巨壁の心くらいだ。さあほら、惨めな振る舞いはいい加減やめにしたらどうだ。もう一度だけ聞くぞ、テコーテ。ヘカーロの求めに応じるんだ。貴様らの方こそ手を引くなら今だぞ。さっさとこの力を失せろ。その傷者も一緒にな。これでもう隠れていられなくなったな。ヘカーロに従うんだ。断る。この巨壁は立て直せばいい。即刻な。ここにいると危険だぞ。巨壁はたった一つの大砲で崩れ去った。なら機械の軍団はどうだ。生き残る唯一の道は族長のもと皆が団結することのみ。空の民が巨壁に守られている限り、挑戦者は派遣しないと吐き捨てただろう。巨壁は崩れ去った。であればあの言葉撤回するな。遅れ。よく聞こえないな。挑戦者を遅れ。それでは闘技場を空の一派の色で染めるがいい。お手柄だったな。空の一派はどうなるんだ。壁なしでやってくしかないが、テコーテのような奴に服従し部族から孤立していくよりはマシだ。とはいえ気になるならゲラーと話せ。一派の同志だ。手助けがいるなら教えてくれ。そうか、覚えておく。俺は行くぞ。族長に報告だ。カルラットで会おう。ああ。また奇跡が起こるといいがな。上に登って様子を見てくるか。ゲラという同志を探さないと。立つ前に装備も整えた方が良さそうだしな。あなたの敵がいなくなりますね。防壁がない以上、私たちレガーラとは平野で巨壁では皆の乃木坊と言われたよ。
ここで何をしてる？戦闘訓練だ。機械相手なら遠距離で戦うのがいいだろうが、敵兵相手じゃ接近戦は避けて通れない。俺はエラーよ。兄弟のビラックとここを仕切ってる。巨壁が陥落するとはな。いけすかない指令の慌てようが見ものだったぜ。訓練していけよ。でも持てるのは槍と練習用の弓だけ。それ以外は預かるぞ。腕試しをしたい選手には試練だって用意してる。全部終えたら俺とビラックと勝負だ。お前たちを倒せばどうなる？この訓練場を制覇した証をあんたにやるよ。ネッサの槍とトゲの昇卓の訓練場でも証を得れば、あの不死王に挑戦できる。不死王の話は聞いた。ペナークスの失い役だろ。すげえ人だよ。不死王は伝説として語られる存在だ。達人の中の達人。実力を示した者だけが不死王に挑める。流れ者でもか？ただの流れ者じゃないだろ。さあどうする？訓練か試練を受けたけりゃ声をかけてくれ。空中斬りだ。空中に飛び上がって斬り下ろす。連続攻撃を叩き込むきっかけにしやすい技だ。飛びのけば敵と距離を取ったり、そのまま空中から射撃したりできる。さすがだ。次は半月斬りだ。敵との間合いを詰められる。単発でも使える技だが、連続して攻撃したり離れるのに使うといい。連続攻撃こそ破砕連撃だ。反対の敵を一気に叩きたい場合にいいぞ。
切りだ。回転攻撃で複数の敵を攻撃して押し戻せる。連続攻撃なら素早く力を貯められそうだ。名付けて活力斬りだ。決まっちゃ勝てっこない。間合いを取ることが肝心だ。この技は敵から間合いを取りつつ敵を攻撃できる。生き残れるかは戦術次第だ。最初に倒すべき相手を見極めろ。一番近くの敵とは限らないぞ。2にも練習だ。諦めるな。守りの固い敵を倒すにはまず防御を崩せ。それから半月斬りにつなげて一気に追い込む。
そこまで。試練は終わりだ。また挑んでくれ。また挑んでくれ。名誉を獲得して倒した。これものを測ってこい。また挑んでくれ。また挑んでくれ。ここまで。試練は終わりだ。また挑んでくれ。無駄なく訓練は終わりだ。実戦と行く。やるな。また挑んでくれ。瞬間を見極め、ピラック
試練は終わりだ。また挑んでくれ。また挑んでくれ。教えられたことだって。いいね。槍は使わなければ役に立たない。また挑んでくれ。無駄な攻撃が出来た。ヒラ君、大丈夫か？攻撃を止めるな。いい選択だ。連携攻撃が。戦え！カルジャリしろよ。やられはしねえ。ここまで。試練は終わりだ。また挑んでくれ。鋭利な槍を使って兄貴。降参だ。チキショー、あんた強えな。ビラックが笑ったとこ久々に見た。ほら、あんたの証だ。ありがとう。まずは一つ目だな。ネッサの槍とトゲの昇卓にも行ってみろ。証を得れば不使用に挑戦できる。簡単じゃないが、あんたならきっといける。もしまだ訓練とか試練とか再戦がしたけりゃ、いつでも歓迎するぞ。
そろそろ行くよ。またやりたきゃ、ここにいる。雪で音が聞こえにくくなってる。二人で何を言い争ってるんだ。セリバが譲らないんだ。フェリッカが天の翼に乗って空を飛んだんだってね。ただストームバードにしがみついてただけだっていうのに。ストームバードに乗ったのか。飛びはしたけど、でも乗ったとまで言えるかどうか。は、今認めたね。もういないかのような言い方だな。いないの。フェリッカを捕まえた機械、その後山に飛んで行っちゃって。機械は今も飛んでるけど、フェリッカはもう見当たらない。そんな最後初めて聞いたよ。本当に山頂には誰もたどり着けないし、彼女は最高の兵士でいい鎧も着てた。でもそれももう役に立たない。私が登ってみようか。無理だよ。あの機械に捕まりでもしない限り自力であそこに登れない。今はな。あんたが何と言おうと飛んだの。あんたその場で見たわけ。遠かったけどちゃんと見える。壊せるというのだ。どうかしたのか。壁の破壊者。ジェッカの兄さんが無謀な挑戦に出かけたの。兄さんは登りきる。絶対ね。無理だ。兄さんのペントが兵士の証を得るために天の頂に行ったの。もう終わってるはずなのに戻ってこなくて。ジェッカ、ライタッカ、訓練開始だぞ。あなたの兄さんは掃除係がお似合いよ。お願い、様子見てきてくれる？私が行くと分隊長に怒られちゃうから。それに私が兄さんの盗聴を疑ってるって思われたくないし、信じてるんだから。分かってる。道しるべがあるから、西に行った滝のそばにある。近くに行ったら様子を見てみるよ。ありがとう。早くしろ、急げ。はい、今行きます。ペントはどうか無事でいて。鎧着てなきゃもっと楽なのに。文句言わずにしっかり登れ、チェッカー。はい。お前が同志ゲラ、ここのことはお前に聞けとコタロに言われた。豪気よの巨壁よ、テコーテの誇りを粉々にしようとは。私はただ落ち着け。多くはそなたを支持している。勇士コタロに感謝をしなければな。その力を借りたい。階段に向かうコタロに我が兵士が同行したのだ。テコーテの命に背いて。ああ、コタロは最後に来ていたな。
空の一派からの数人と一緒に。その兵士たちが帰ってくるや否や古い見張り場に配属されてのテコーテが彼らを追い払ったのだ。来たる戦に見張り場の奪還が必要だというが、実際はほとんど意味のない配属よ。しかしヘカーロ族長の当主から要請があって帰還するなら、テコーテとて文句は言えぬはず。さらにその判断を同志が支持するとなればなおさらな。兵士数人を帰還させて奴の顔を潰せと。簡単だな。ここからはるか西、東土の地へ向かうのだ。見張り場は滝のそばにある。まず分隊の長、騎馬と会うといい。頼んだぞ。